ヤンポスターに登場してもらいたいと思います。今度は皆様一緒にせーのでヤンポスターと呼んでもらいたいと思います。ぜひですね、まあ、まだちょっとお時間もちょ見えちゃいました。Thank you.
激しすぎる。あまりにも激しすぎてドラムがずれちゃうから激しく締める。お兄さんお姉さんのちょっと人力で申し訳ないんですけど、強めに締めてもらっていいですか。これ何人がかりです。4人と1匹がかり、4人と1匹がかりで一生懸命ドラムを締めてます。これ激しすぎるからしょうがないんですよ。もう本当にドラマ悪くないんですよ。皆さんが叩くんだったら大丈夫なんですけど、ニャンゴスターが叩くとなったら、そのニャンゴスターの力なので、なんかすごい力なんですよ、激しいドラム。大丈夫ですか。4人と1匹がかりで今一生懸命締めてもらってます。 OK。ライブの醍醐味っていうか、やっぱりテレビじゃ見られないじゃないですか、こういうのって。テレビだったらやり直しってこうね、撮り直しになっちゃうんですけど、皆さん今こうなんていうか特別な瞬間を見てるんじゃないかなって私思います。ライブでしか見られない。おお、あーすごい、あー温かい温かい拍手きます。ニャンゴ頑張れの声来ました。おお、いけるいける、大丈夫。
いな感じはありましたけれども、皆さん本当にありがとうございます。いや、かっこよかったですね。曲は XJAPAN のダリアでした。改めまして、ここで簡単にイアンドさんのプロフィールを紹介させていただきます。青森県黒石市出身のドラマー、オス7歳、体長170センチ、体重リンゴの入った木箱3つ分、最近は晩酌に牛乳をたしなんでいるそうです。青森県出身ということで、先ほどは激しい曲皆さんに聴いてもらったんですけれども、続いてもう一曲ですね、青森にちなんだ曲をお願いしたいと思います。続いて大丈夫かな、いい、それではお願いします。
心身の向上のために叩いてるんだそうで、本当はゆったりした曲なんかも好きなんだよね。ちなみに皆さん、海外で世界的有名なメタルの雑誌、メタルハマーっていう雑誌知ってます？あ、知ってます？あ、でこちらほら手が上がって、それはヤンホッサ、なんとこの世界的有名なメタル専門誌にベビーメタルの次にヤンホッサーがなんと取り上げられたということで、すごい、すごいすごいすごい、ゆるキャラ界の快挙ですね。本当それでこんな専門誌に取り上げられるっていうことで、ヤンホッサ最近すごく忙しいんですって。で、本当だからここで皆さんに会えたのも、何か演歌の忙しい中埼玉に会いに来てくれたっていうことで、ヤンホッサ今日は忙しいけど大丈夫、元気？お、元気だ。お、ありがとう。でもさ、私聞いたんだけど、実はもうあんまりにも忙しすぎて、昨日は深夜3時まで音楽活動してたんですって。どう？あれ？急になんか思い出しちゃったみたいなんだけど、ニャンコスター、ニャンコスター、あれ、起きて、皆さんもうちょっと起きてって声かけてもらって、よし
皆さん何だと思います？何でしょうね。自分で書き始めたんだから、きっとすごく得意な絵があるんだと思うんですよ。出来上がりを楽しみにしたいと思います。
で聞いていただきました。まだまだこの後ね、エコポンとのコラボ、今どこからかお声がかかった。小さいお友達も満足してもらえましたか？小さいお友達拍手お願いします。ありがとうございます。小さいお友達もありがとうございます。この後はエコポンとのコラボやってもらいたいと思います。これずーっと絡ませないでもらったんだけど、大丈夫かな。ジャンボスさん、眠気とか疲れとかない？いける？本当？あ、水分補給の休憩とかいらない？いらない。おお。ねえ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 。おお。拍手。ジャンボかっこいい。まだまだ元気いっぱい。エコポンとのコラボをお願いしたいと思います。ではエコポンを呼びたいと思います。エコポンお願いします。エコポン、エコポン来てくれました。ありがとう。はい、エコポン来てくれてどうもありがとう。じゃあエコポンも来てくれました。じゃあどうか皆さんに告知ではね、ジャンボスターとエコポンとのコラボステージということで皆さんにご紹介してたんですけれども、ここでもう一人スペシャルゲストに来ていただいてますので、エコポンとジャンボスターの応援もう一人呼びたいと思います。もう一人モッチッチ君が遊びに来てくれました。モッチッチ君お願いします。皆さんもぜひモッチッチって呼んでください。せーの、モッチッチ。ありがとう、ありがとう。ヤンボスさんで、皆さんご存知ですので、やはりここは売れたいが聞きたいという方は大きな拍手をお願いします。ですよね、やっぱり距離感で話題になっているこの曲を演奏してもらいたいと思います。今日はヤンボスさんがもちろんドラムを演奏してくれて、エコポンが生歌、モッチッチはそれに合わせてダンスを披露してくれるというコラボになっております。皆さんもぜひいっぱい盛り上がっていただきたいと思います。では皆様の温かな拍手から始めたいと思います。大きな拍手お願いします。それではどうぞ。Thank you.
ねえねえ、このさ、たくさん皆さんカメラも持ってきてくれてるんで、ここでこのスペシャルな3人のお写真、皆さんに撮っていただきたいと思います。3人ともいいかな。じゃあ皆さん立たないでくださいね。座ったままでお願いします。皆さん前の方も手すりより前にカメラを出さないでください。落ちちゃうと大変なんで。ではまず真ん中のお客様に向かって、私が10数える間に素敵なお写真を撮ってもらいたいと思います。では数えます。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。じゃあ